いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2017年モデルポルシェ 718 ケイマンスポーツクロノパッケージをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、外装面特に目立った傷はございません。走行距離わずか2000キロと非常に低走行ですし、良好なコンディションを保っております。外装色はオプションカラーマイアミブルー、インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。981型ケイマンの後継モデルとしてデビューした718ケイマンでございます。エクステリアデザインが一新され、よりスポーティーな雰囲気に仕上がった一台です。またスポーツクロノパッケージやカレラ S 用20インチアルミホイールをはじめ、オプション装備も非常に充実した一台です。ヘッドライトには PDLS 付きキセノンヘッドライトが採用されておりますので、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。アルミホイールもオプションで、カレラ S 用ブラックペイントが施された20インチアルミホイールが装着されております。リアのテールライトは新デザインの LED テールライトが採用され、マフラーはブラックペイントのセンター2本出しマフラーが装着されておりますので、リアもデザイン性に優れております。エンジンスペックに関しましては、2リッター水平対向4気筒ターボエンジンが搭載され、最高出力は300馬力を発揮します。またフロントリアともにラゲッジスペースをお使いいただけますので、実用性も兼ね備えた1台です。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはオプションでブラックのスポーツレザーシートが採用されております。運転席助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ではエンジン始動していきます。ポルシェエントリードライブシステムが搭載されておりますので、キーを持ったままでエンジンの始動が可能です。ステアリングはオプションで GT スポーツステアリングが採用されており、大型のパドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。またスポーツクロノパッケージが装備されておりますので、センターには専用のクロックが埋め込まれており、走行モードに関しましても手元のダイヤルにて3段階で切り替えが可能です。ナビゲーションは純正 SD ナビゲーションが装備されており、バックギア入れていただきますとオプションでバックカメラも装備されております。両席ともオプションでシートヒーターが装備されておりますので、冬場でも暖かいドライブを楽しみいただけます。シフトは7速の PDK シフトが採用され、デュアルクラッチならではのスムーズな変速が魅力的です。合わせて気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂い等はいたしません。では今回は2017年モデルポルシェ718ケイマンスポーツクロノパッケージをご紹介させていただきました。走行距離わずか2000キロと非常に低走行ですし、内外装ともに良好なコンディションを保っております。新車保証も平成32年の10月まで残っておりますので、ご納車後も安心してお乗りいただけます。2016年にデビューした718ケイマンでございます。2リッターのダウンサイジングエンジンが搭載されましたが、300馬力を発生させ、なおかつこちらのお車にはスポーツクロノパッケージが装備されておりますので、力強い走りを実現しております。さらには GT スポーツステアリング、カレラ S 用20インチアルミホイールをはじめ、その他のオプションも非常に充実した1台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。